誰の次に200勝できるやつもういない説が浮上 W。 山本由伸余裕すぎるやん。 NPB のままならそうやろうけど MLB 来ちゃったしな。小柄やから無理して故障するかもしれんし、カツオってこんなにすごかったんか。毎シーズン8勝8敗くらいのイメージやわ。2000本安打達成者はボロボロいるのに200勝投手はもう現れないもよ。宮城ならいけると思ったが最近怪我したからな。むしろ宮城は今までよく保ったなってレベルや高一夏から酷使されとるんやぞ。まあは無理なんか。なんか下柳みたいになってるからここから下柳になる可能性もあるやろ。球団的には意地でも盗させるだろうけど、まあのやる気次第やろな。2分でブルペンすら入れない状態でモチベーション保てるかどうな。170でも高い壁やな。200勝達成投手1970年以降、さすがにあと3勝ならいけるやろ。2軍の監督にこちら側からできることは何もない、本人の気持ち次第とさじ投げられてるんやで。この表を見ると田中マーの次に可能性高いのが山本由伸なんか、俺が生きている間にもう見れないかもな。毎年10勝でも20年かかるからハードル高いね。